はい、本日はですね、こちら、スブのサンダルをご紹介していきたいなというふうに思います。いやー、皆さんお待たせしました。こちら購入動画、買い物動画出してからえらいお待たせしたなということで、僕もちょっとやることあるんでね、ちょっと待ってくださいよということで、いよいよレビューしていきます。というのもね、こちらのスブのサンダル、最初に言っておきます、多分今シーズンこの秋冬で最も良かったっていうかもしれませんっていうぐらい今のところ期待大です。まあなんでね、期待大なんかっていうのは今から喋っていくところで聞いていただければね、特徴とかでお話はしていくんですけども、いやー、スブって知らなかったですね。サンダルでね、冬用サンダルっていうメーカーらしいんですね。だからサンダルといえば夏でしょと、冬になったらブーツ履くからサンダルなんか履くの少年ぐらいですせって思ってたそこのあなたもね、あ、意外と冬用のサンダルいいねと思っていただけると思いますので、今日はね、こちらスブのサンダルが2足あるんですけども、片方は嫁用、片方は僕用ということで、実は両方ともね、機能が違います。この嫁用の方はね、オーロラテックスという、ここにタグがついてるんですけどね、これ何なんか言うとね、まあ、買い物動画でもお話ししたんですけど、こちら水の妖精ちゃんになっております。だから水に強いんですねなんていう話はしてたんですけども、次こっちの方はね、何も別に特にタグってないんやけども、こっち火の妖精となっております。まあ、ポケモンでいうとこのリザードンというんですかね、まあ、そういうタイプになっておりますので、火に強いというところで、それぞれ若干特徴は違ったりするんですけども、まあ早速ね、今日の流れいきましょうか。今日の流れとしてはね、まずはアップの様子が見ていきましょうか。でその後に特徴をお話しします。でその特徴の後は次デメリットとは言いながらも、ちょっとこれにはこれのデメリットありますよねというところのお話しして、それでおすすめの人で、最後サイズ感でね、いきたいなと思いますが、サイズ感ちょっと注意かもしれません。表記サイズよりちょっと違うかなというところはあったりするんでね、まあそんな感じでいこうと思います。まずはね、出していきましょう。こちらまずは火の妖精ちゃんから出していきますね。ズドーンということで、火の妖精はこちらブラックを購入しました。まずこちら火の妖精ね、そして次は水の妖精ちゃん、嫁の方は何でしたっけねということで、この入れ物入れてくれるのもありがたいですよね。持ち運びしやすいんですけど、こんな感じで2足ね、購入させていただきました。ちょっとよく見ていきましょうか。ではね、ちょっとアップで見ていきましょう。こちらはまず皆さん見ていただいているのは火の妖精ですね。この火の妖精の方はね、こう見てもらうとちょっとザラザラした感じというんかな、まあマットな質感っていうのが、まあ見て取れるかなと思うんですけども、対してこちら水の妖精、なんかダウンジャケットで使われているような素材やねと思ったら、その通りなんですね。これナンガのダウンジャケットでも使われてるんですね。でこれはスブとナンガのコラボ商品になっておりますので、このタイプなんですが、まあ、形はほぼ一緒ですわ。スブのオリジナルでも形はこれと一緒、ただこういう素材が、そういう機能がねあるかどうかなんですが、こっちは水に強い、こっち火に強い。じゃあ水に強いのってどんな水に強いのと、ほんまですかと、嘘言わんといてくださいねなんて思ったりするんですけども、こんな感じで、なんということでしょう、こんなに水弾いてくれるじゃないの。これ嫁に見られたら怒られるな。でこの火の妖精でもね、多少の水に関しては弾いてくれます。ただこっちの水の妖精はね、大雨でも大丈夫。ただ火の妖精ちゃんはやっぱ火に強いから、水にはそんな強ないからね、大雨とかやったら濡れてくるとは思います。まあそれと、なんと言ってもやっぱりこのクッション性ちゃいます。この裏側のね、このモフモフのクッション性、このふわふわ感で、素材もね、よく見てもらったら、なんていうのかな、フリース素材というんかな、このふわふわな感じのフリース素材ですね。だから絨毯とかとはまた違うんやけども、まあフリースが一番合ってると思います。こっちも同じような素材ですね。まあ同じですね。でこんな感じでふかふかですっていうことです。はい、ということでね、まずこれを見てもらったと思うんですけども、じゃあ特徴いきましょう。どんな特徴があるんかって言ったら、もうこれ見てわかりますよね。この今の映像だけでも欲しなったって方多いと思うんですけど、とにかくクッション性なんですよね。これふわふわに作ってあって、これナンガとのコラボやからじゃなくて、スブ自体がもう冬用のサンダルとしてこういうフリース素材でふかふかクッションを採用してるらしいんですよ。そやから履き心地がいいと、僕はですね、常々夏になったら言いますよね、リカバリーサンダル絶対に履いてくださいと。あれ履いてへん大人は大人じゃないですって言ったりするんですけども、それぐらい足元をね楽にするってだけで全然違うんですよ。でそれはね、別に例えば部屋用で履いたりしてもいいし、例えば外用として履いたりしてもいいんですけども、僕もね今リカバリーサンダルこうやって履いてるんですけども、まあ、こんなはねオールシーズン履けますわ。夏でも秋でも冬でも春でも履ける。ただやっぱ冬場ね、これじゃちょっと寒いんだよなっていう女子とかね、ちょっと冷え性の男子たちもいてるじゃないですか。そんな時はね、これをパッと履いてあげればね、冬もあったかいし、この水の妖精の方やったらね、台所で料理してても濡れることがないというところが、まあ、まず特徴かなと思います。だからクッション性に関してはとにかく試してみてください。この動画で伝わることじゃないからね、まあ、ふかふかやというのがわかるでしょ。それ以上は伝えることはありません。そして次の特徴としてはね、なんといってもコスパ。これコラボ商品になってたらね、やっぱコラボって通常アイテムちょい高じゃないですか。でこのコラボちょい高おいくらなんですかって言ったらね、7000円か8000円ぐらい、ちょっと値段はっきり覚えてへんけど、大体それぐらいですわ。なんかアウトドアメーカーが出してるからね、まあまあまあ値段するんかなと思ったら、ああそこそこやねっていう感じやし、なんやったらもうちょっと値段下げようと思ったらね、こちらのスブのオリジナルの方やったら5000円切るぐらいで売ってたりするんですよ。それも島村ですかと、アベールちゃいますかって思う方もねいらっしゃるぐらい安いじゃないですか。だからまあサンダルやからそんなもん
って言われたらそうやねんけども、こうカップルとかね夫婦で買ったりしても、そのオリジナルの方やったら1万円切っちゃうと、2足買って1万円切っちゃうんですかとか、まあ、これやったらね両方買ったら1万5000円ぐらいかな。だからお父さんちょっとね申し訳ないけど、あの旦那さんね、飲み会ちょっと我慢してください。あの緊急事態宣言開けてね、うわ飲み会行けると思うかもしれんけどね、あの1万5000円貯めたらね嫁と自分のサンダル買えるんやと、まあタバコを我慢してもらってもいいですけどね。そしたらこのサンダルを手に入れることができるというぐらいのコスパです。次の特徴としてはね、やっぱ素材なんですけども、これはナンガとのコラボですよね。さっき見てもらった水のやつで、火にも強いってことなんですけども、火もどれぐらい強いんやろな、ちょっとライターで炙ったらさすがにあかんやろな。こちらのねキャンプ用のねガスバーナーがあるんですけど、これはね絶対良い子は真似しないでください。あの特別な訓練を受けてねやっておりますので、皆さんはね絶対やらないようにしてください。訓練って言ってもね大した訓練じゃないんですけども、焚き火とかの実験はねこれしてみようと思ってるんですよ。だから焚き火はねまあまあいずれするとして、ちょっとライター近づけてみますね。これほんま特別な訓練してるからいけるんですよ。いきますね。わからん。でもねこっちでやったらもう一発で穴開くと思います。このナイロンなんか火近づけた瞬間ブワー穴開くと思うんでね、まあ、これやったらちょっと火をこうヒューってやってるのをパッてやったりしてもちょっと焦げ臭いね。でも穴開いたりはしてません。だからちょっと難燃素材についてはちょっと今後検証させてください。ほんまに難燃素材って燃えませんのと。で難燃素材って言ってもね、今結構いろんなブランドから難燃言うて出てるんですけども、何がどこなんかって見てもらったらね、素材のとこにねアラミドっていうのがあるんですよ。そこのアラミドっていうのがね難燃の素材になってるんですよね。だからまあワークマンにしてもどこのブランドにしてもアラミドが入ってるってことは、あこれ難燃ちゃいますかと、あの燃えにくいやつですよねっていうふうに判断してもらったらいいと思うんですけど、言葉だけ難燃って言ってほんまに燃えへんのかと思った時にパッと素材見てね、あアラミドって入ってる、あこれ燃えへんやつですね、あれ確かちょびひげ言ってたよねと思っていただければねいいとは思うんですけど、その辺がね特徴になってくるかなと思います。じゃあ対してデメリットとは言いながらも、賞賛ばっかりじゃなくて悪いとこもありますよっていうのがね、何かっていうと、こういうふかふかのやつってね、もちろん履き心地よくていいんやけども、とは言いながらもやっぱりちょっとへたってはくるよねと。こういうのって一生もんではないじゃないですか。だからこのクッションがねこうペタペタにへたってくるっていうのは絶対にあると思います。でね、あの接客してくれたキューちゃんもね、これやっぱへたったって聞いたらね、あのへたりましたって言ってたからね、まあ、どれぐらいへたったかは人によってちゃいますが、履く回数とかそれこそ体重の重さによって変わってくるとは思うんですけども、ちょっとだけ へたりましたかねって言ってたんで、まあ、そういうクッション性はねどんどん下がってはいくとは思います。それはもちろんのことね。だからね、まあ、まず一足ちょっと買ってみたいわと。ただまあ 7,8,000 ってなかなかええ値段するやんけっていう方はね、オリジナルの方のやったら 5,000 切るぐらいから一回それでワンシーズン、この今年はちょっと2021年22年の AW に関してはそれで履かしてくださいと。で次の来年に関してはそれが良かったらこのコラボ商品買いますと。売ってるかとは知りませんけどね、まあ、そういったね使い方でもいいんかなと思います。はい、まあ、僕もちょっと履いていって、どれぐらい、まあ、もちろん何年もそうやけど、それがクッションがへたってくるんかっていうのを、ね、見ていきたいなと思いますので、はい、またそれは改めてご報告させていただきます。じゃあ次はおすすめの人、どんな人がおすすめなんですかというと、あの冬の寒い時に幸せを運んでほしい人ですね。寒くて俺今彼女と別れたばっかりやねんとかね、あと嫁さんはおんねんけど、どんどん結婚生活が長引くことに潮対応になっていて離れていってんねんっていう方はね、もちろん気温も部屋も寒いんやけど心自体も寒くなってるっていう時はね、こういった暖かいふわふわの、クッションのサンダルっていいかなと思います。でね、これってその足の裏側だけじゃなくて、その足の甲の部分、この上の部分とかもしっかりねファーというかそのフリース素材が使われてるんですよ。だから裸足で履いても気持ちいいっていうのが多分一番ですよね。靴下やとね、この、ふわふわ感は感じれないんですよ。そのクッション性はもちろんいいっていうのは分かるんですけど、このふわふわを感じたいとやっぱ裸足で履こうと。冬で裸足で履くっていつ履くの、これ部屋でしょってことになってきたり、まあそれ以外にもね、まあ、キャンプで履きたいとかっていうのがあったりするので、まあ人によって用途はもう全然違うと思います。まあ、部屋で履くのにぴったりやっていう人もいてれば、もうキャンプで待ってましたっていう人もいてれば、こっちみたいに台所で履きますっていう人もいてるやろし、まあこれサーフィンとかで行けるっていう人もいてるじゃないですか。まあ、履き方はね人によってバラバラやろうけど、まあ多くの人に当てはまるというかね、合ってよかったなって思うような感じになってくるのかなと思います。これ案件ちゃんもねここまで褒めてねどうすんねんって感じなんですけど、そんなことで最後はねサイズ感に行きたいなと思うんですが、サイズ感がねどうかっていうとね、これサイズが表記ちょっと変わってるんですよ。普通って26とか 25.5 とかじゃないですか。まあ、ちなみに僕はね中1の時にね足が4センチ伸びたんですよ。 23.5 から27.5 まで4センチ伸びるという偉業を成し遂げてですね、今はまあ28で止まってるんですけども、まあ、そんなプチ情報があったりはしたんですが、これに関しては表記はね0、1、
23っていう表記なんですよ。で0は何っていうと22から 23.5、 これ嫁のやつが22から 23.5 の0なんですよ。で僕がこれ履いてるのっていうのが、僕普段28なんですけど3というやつ履いてます。だから1と2はどんなサイズか知らんけども、3に関してはこれは28センチから 29.5 という大男が履くような大きさになってますが、僕履いた感じで言うとあれ28ジャストぐらいかなっていう、 29.5 の人これ履けますっていうような感じなんで、一応表記としてはそれこそ、28から29.5とか、0やったら22から23.5じゃないですか。でもこのカラーをちょっと無視してもいいかなと思うぐらいのサイズ感だから、3やったら28がぴったりやろうし、0やったら22がぴったり、1は何か知らん、2は何か知らんけども、このカラーはねちょっときついかもしんないという感じなんで、まあ、サイズ感的にはちょっとタイトめと思ってもらったらいいかなと思います。その入り口のところをねあえてちっちゃくして、その空気を逃げんようにしてるのも多分あると思うんですけど、まあ、そんなところでサイズ感はちょっとちっちゃめかなというところになっております。はい、ということでね、今回は、スブと、ナンガのサンダルをご紹介させていただいたんですけども、もうね結構今の撮影してる段階で結構人気らしくて、売り切れみたいになってるらしいんで、まあ、コラボのやつはもしかしたら手に入らないかもしれないんですけども、もしありましたら下の動画説明欄のリンクに貼ってるんですけど、まあ、通常モデルのねスブの通常モデルやったら、まあおそらく買えるんちゃうかなと思ったり思わんかったりはしてます。はい、ということで本日はですね、スブとナンガのコラボのスリッポンを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。